イメラジオ第3422回、今日は令和3年12月16日木曜日です。時刻は午前11時半ですね。横浜港北、もうすぐ正午になるようなそんな時刻です。今日は午前中に調布の社会人の女子オンラインで英語習いにいらっしゃいましたね。そのお仕事も終わっての夢ラジオです。木曜の今日、空は晴れています。冬晴れ、空には霞かかっていて遠くは見えず、丹沢も富士もぼんやりとしか見えません。さて、3422回目のイメラジオ、今回はディアトロフ峠事件お話しいたします。ディアトロフ峠事件、非常に奇妙な事件であり、またさまざまな説が流れる山岳事故でもあります。お話ししましょう。ソ連ですね、1959年、スターリンが死んだのが1956、その後フルシチョフ、ちょうどアメリカではケネディ、ソ連ではフルシチョフ、スターリンの抑圧的な時代が終わって雪解けと言われた、そんな頃。この頃のソ連は結構明るい雰囲気だったと言われます。テクノロジーにおいてはアメリカと歯を競い、そしてスターリンの抑圧もなくなり、社会主義建設もだいたい50年ほど経って板についてきた。若者たちはもう共産主義の未来を疑わない、そんな頃ですよ。ああ、でも当時のソ連というのはやはり全体主義の国であり、全体主義というのは結局秘密主義でもありますから、今回のディアトロフ峠事件というのがどこか謎に包まれている一つの理由は、やはりソ連の秘密主義にあった。実はこの事件が起きた後3年間はこの地域一帯には誰も入れなくなった。入山が禁止されたんですよ。それは類似の事故を起こさないようにしようという、その配慮だけでなく、この事件についてこれ以上いろんなものが出てきては困る、そういうソ連指導部の意思があった。実際このディアトロフ峠事件の捜査も途中で打ち切られ、その打ち切られた理由はソ連政府の意向だった。当然遺族あるいは関係者は納得できず、その後彼らは財団を作って、そしてこの事件の真相を究明する、そういう運動をやっていますね。今もやってますよ。2021年の今、もうこう事件起きてから61年で、関係者の方ももういなくなりつつある頃なんですが、だって当時20歳だったとしてももう今80歳超えてるわけで、けれどもうこの事件は語り継がないといけないっ
というそういうお方々が今もこのディアトロフ事件をなんていうか風化させないそういう財団を作っています。しかもなんか人々の胸に残っている事件で、ですから2年前の2019年この頃から今のロシア政府ね、ソ連は倒れちゃったけどロシア政府が再びこの事件を再調査して、そして雪崩が原因だったというふうに公式見解を発表しました。けれどもちろんこの雪崩説にも関係者は納得しておらず今に続いていますね。9人の若者のパーティーが山に入って行ったまま帰ってこない。パーティーのリーダーがディアトロフ、イーゴリ・ディアトロフですね。でこの人の名を取ってこの峠がディアトロフ峠と名付けられ、結局ディアトロフ峠事件、英語ではインシデントですね。1959年の1月から2月にかけてで、事件が起きたのは2月の2日夜だと言われますね。で最初は10人のパーティーだったんです。ウラル工科大学の学生さん、ウラル工科大学の学生さんで、そこにですね途中で飛び入りの中年の人も加わって全部で10人と、女が2人、男が8人で、女がこんなに少ないのはやっぱり工科大学だからでしょう。でみんな山については経験がある若者で、しかもリーダーのディアトロフが23歳、で一番若い子でも20歳という、そういう元気な頃の学生さん方で、彼らは難易度の高いそういう登山コースに挑もうということでこのディアトロフ峠に来た。ここに来るためにも電車引き乗り継いで、電車乗り継いでなんか1週間ぐらいかかってるみたいですね。でやっと登山口まで来たんですが、そのうちの一人が、参加者の一人がリュウマチの持病があって、若いんだけど、でそれがもう悪化してこれ以上進めないっていうことでリタイアで、彼はもちろん助かりました。登る前にやめたから。そして残り9名ですよね。でこの残り9名、男7人女2人、これで山に挑んだ、冬山に挑んだわけです。1月の31で2月1日から吹雪になったんですね。で2月1日から吹雪になったので、でこの2月1日はビバークって言って野営することになったわけですよ。露営と言いましょうか。ただしテントはある。しかも普通テントで野営っていうのは木のそばでやるんですよね。あるいは窪地とかで、風が吹き込まないけど山の斜面みたいなところでやってるんですよ。でなんで山の斜面でそんなテント張ったのか、もっとくぼみ探せばいい、別にヘトヘトになってるわけでもない、木のそば行けばいい。言われているのは自分たちの登山スキルを
証明しなきゃいけないので、で今回のこの登山というのは彼らウラル工科大学の学生さんにとっては自分たちの登山スキルを証明する試験でもあった。こういう場を積むことによって登山家としてのスキルを証明してもらって、そして資格を得たい、そして教える仕事に就きたい、そういうことを考えていたようです。あ、だからこそ証拠を撮らなきゃいけないので写真が何枚も撮られ、そして記録も書かれているので、事件が起きる以前までの写真や記録は結構念入りに残されているんですよ。今このサムネに映っている光みたいなものも、これが一番最後の写真なんですけど、これがまあ謎と言われている写真、一体これは何を撮ったものなのか。ディアトロフ峠事件といえばこの光の写真ですよね。空に映っている、空に映っているというか空を飛んでいる光の玉を映したとも言われれば、単に何て言うか失敗して撮っただけの、カメラがうまく撮れなかっただけで光が入っただけの写真だとも言われ、いろんな説がある写真ですね。でテント張って、で外は吹雪で零下30度だからすごい寒さですよね。ウクライナというかウラルというかあの辺の寒さは零下30度けど、テント張って中で暖を取ればそれなりに快適という、そういう、だからテントはもう絶対なんていうか手放しちゃダメなんですよね。これが2月1日の夜で、2月1日の夜で、その次2月2日の朝が来て、で彼らは、まあ、晴れてれば行動を開始し登山を続け、そしてもし吹雪が続くんだったらテントの中で待機しという、そういう状況だったはずなんですが、この2月2日の夜にですね、彼らがこのテントから出たとなっています。2月2日の未明、つまり2月1日から2月2日にかかるその時刻に、夜ですよね。でこの辺に明かりなんかありませんから、真っ暗だったはずで、吹雪がビュービュー吹いてる、零下30度、だからテントから出れなかったはずなんですよ。なのにそのテントから彼らは出てる、しかも内側からテントを切り裂いて出てる。そのテントは後に発見され、でそのテントに穴が開いてるんですけど、まあその穴から彼らは出た。しかも急いで出たという割にはですね、そのもし本当に急いで出るんだったら内側からナイフで縦に一本ギュッと切り裂いて、そこからスポスポッと出ればいいわけですよね。そうじゃなくて念入りに切ってるんですよ、内側からね。でなのに彼らは靴も履かない、あるものは裸足で外に出て、そしてこのテントから 1.5 キロほど離れた場所、ここで亡くなってる、森の方へ向かってね。足跡も残っているんですよ、彼らの足跡が。でこの彼らの足跡が残っていて、その足跡を検証すれば割と一列になって整然として、つまり点でバラバラに
走っていったんじゃなくて、一列になってこう歩いていったというのが推測できるわけですね。で、その1.5キロほど離れたヒマラヤ杉のところで2人が発見と。で、このヒマラヤ杉のから見て500メートルほど離れたところに3人発見と。で、この3人はテントに戻ろうとしたようですね。ただし、テントも切り裂いて、しかももうきっちり切り裂いてますから、もう使い物にならないテントのはずなんですが、そこへ帰ろうとはしていた。木の根元に2人、そしてそこから見て500メートルの半径内に3人、この3人はテントに戻ろうとしてる姿勢。この5名は2月中に発見されています。で、あとの4名はここよりもっと下った沢のところで、渓谷のところで、もう5月になってから、つまり雪も緩んできてから発見された。全部で9名は発見されましたね。で、最初の5名は死因は低体温症であろう。そして沢の4名、これは死因は圧迫というふうに言われますね。外傷はないんですが、すごい圧迫がかかって、胸とか頭とかそういうところに、それで亡くなられてる。一体なんでこの方々は絶対出てはいけないテントから出たのか。しかも内側からナイフで切って、そして靴も履かず、靴下も履かず、しかもヒマラヤ杉のあたりで発見された者たちは、最初の5名ですね、薄着だった、裸足、靴下だけ、靴履かない、で下着だけと。上着どうしたんだと。こんな零下30度で下着だけで出れるんか、そもそも外に。だからもう若いから1.5キロぐらいは歩いたけど、もうそこで一瞬だったでしょうね。下着だけで零下30度なんて、しかも吹雪いてるとなれば。一方、沢で見つかった4名、これは厚着してるどころか、その上の5名の服を着たりしてるわけですよ。一体これどういうことなんでしょうね。上の5名が下着だけみたいな格好なのに、下で見つかった4名はその上の5名のズボンの切れ端とか、あるいは上着とかを着てると。何なんだと。どういう状況だったのか。しかも何かパニックが起きて、てんでバラバラに走っていったんじゃなくて、割と一列に歩いていってもいる。このディアトロフ峠事件の理由については、宇宙人がやってきた、 UFO が来たとか、あるいは近くでミサイル実験が起きていたとか、あるいは最新兵器、ミサイルでなくても最新兵器を彼らが見てしまったことで消されたとか、あるいは雪男とか、いろんな説があるんですけど、どれもこれも荒唐無稽なんですね。ただ荒唐無稽な説が出てくるのは、この事件そのものが非常に奇妙だからなんですよ。荒唐無稽な説でもない限り説明ができない。雪崩というのが、さっきお話したように、去年かな、2019年から始まって、去年2020年に公式見解として出たけど、雪崩の痕跡がないんですよ。しかも雪崩なんか起きてたら足跡残らないはずなのに、足跡はちゃんと残ってる。
このディアトロフ峠事件についてはいろんな説がこれまでに出され、そして最近になって、つまり21世紀になって、雪崩は置いとくとして、21世紀になって低周波説っていうんでしょうか、このちょうど彼らがテントを張った地域で、低周波という耳には聞こえないけどとある周波数を持つ音が作られ、そしてその音は人をパニックにさせる効果があり、であるがゆえに彼らはパニックになって、けどパニックになったような足跡でもない。しかもパニックになったんなら、最初にお話したように縦に一筋切り裂いて、みんなでてんでバラバラ出るはずなのに、丁寧に切り裂いてる。しかも丁寧に切り裂いてるがゆえに、もうこのテントはこれ以上使い物にならなくなってる。もうテントには戻れない。戻ったって、あんな大きな穴開けちゃったら、写真が残ってますからね、もうテントはこんな冬山で使えない。ディアトロフ峠事件、山岳事故と呼ぶにしてはですね、一体理由がよくわからないけれど、非常に特異な事件なので、これからも人の目を引き続ける、そういう事件でしょう。この夢ラジオでもお話しておくことにしました。夢ラジオ3422回、今回はディアトロフ峠事件お話しました。木曜日のお昼です。